泽李慧、小池切平同大竹人三位喺日本舞台剧界大放异彩嘅演员，呢日一齐出席放映活动。三位过去分别演出嘅舞台剧作品，会喺呢个大型银幕上映。公泽李慧都话想试下喺度煲剧，系舞台剧啊。

希望と絶望のシーソーに乗っているような毎日稽古であの知ったを受けで本当に死に物狂いでやっててで本番もなんか暗転前に踊るシーンが、はい、あのヒロポンを持って踊るシーンがあるんですけど <laughs> あのそのシーンが終わった直後に暗転になるんですけどもう立てなくってあのもう。 これ以上できないっていう限界をいつも毎日超えてて、でもまあその中に本当に喜びと感動がありました。出席活日本の有日本舞台劇大師松美、崇尾玲モ佢他说如果、有機會製作一出舞台劇由ー澤李慧、小池切平同大竹忍合演會講述佢哋三個漂泊無人島爭奪一塊方包嘅故事